皆さんこんばんは、フラミンゴです。こんばんは、有馬です。亀有ね、2軒目行きました。ちょっと酔っ払ってますちょっとね、飲みすぎましたね。まだ明るいんで、2軒行ったけどまだこの明るさ、昼飲みの醍醐味じゃないでしょうか。で、2軒目は駅からね、歩いて 1,2 分のところにある、焼き鳥屋さん、丸屋さん、違うな、何屋さんだっけあれは、うん、まあいっか、まあいっかあのね、刺身美味しかったです。あの鶏のね、刺身ね、鶏刺し美味しかったですね。あの本当にね、びっくりした。あの久しぶりにあんなの食べたなっていうぐらいね。もちろんね、串焼きもね、美味しかったんだけど、その辺ね、動画に撮ってますので楽しみに、うん、楽しみに見てください、はい、ということでどうぞすいません。はい、お願いします。あと鶏刺し、はい、とあと蜂の巣の刺し、はい、とあとこのおまかせ串盛り、はい、5本で。これ以上どうしますか。塩、塩で、はい、とりあえずそれでお願いします。よし、じゃあ2軒目、早速2軒目だけど、もうちょいこっち、うん、はい、お疲れ様、はい、そうです。うまい、リンゴだ、リンゴすがる、すがる感じる、すがる感じたね普段有馬は何飲むの。え、家でですか。うん、家でストロングですよ。あ、ニックと一緒だった。分かってるじゃないですか。 やべえやつかそうだ、やべえやつの仲間なんだ。いやもう、アリマは将来ニックさんになりたいですまた名言だな将来ニックさんになりたいです。意味が分からない。アリマはニックになりたいっていうあれで意味が分からないんだけどすげえな、面白いな。目指してます。あ、モヒートとかメガじゃなくてもいいけど、うん、メガじゃなくていいですね。モヒート飲んだことある。あります、うん、あれ美味しいよね。美味しかった。南の方に行くと結構さっぱりし、あの昼間から飲むんだったらモヒート飲んだりするよね、うん、あ、本当ですか。うん、へえ。すごい初めての試みだから2人で来てるけど、うん、映像は俺しか映ってないという。有馬もいますここにいます、いるけどね
巣取り。すごい。もうどう見ても蜂の巣ですね。そうだ、どう見ても蜂の巣。どう見てもちょっとじゃあちょっとつけていただきたいと思います、はい、どう、あ、これ刺しですね。うん、私焼肉でしか食べたことなかったから、なんか新鮮ですね。あ、焼いたやつでね、食べるだけだからね。まあ刺しって言ってもね、茹でて火は入ってるだろうけど、これもコリコリしてて美味しいですね。ほんと、うん、いただきます。え、もう食べたら分かる、もうこれは刺身ですお魚の刺身と同じぐらい。あ、そう、うん、フレッシュな魚ですよ。またそんな、いや、ほんと無理いただきます。うん、美味しい。あれだね、ほんと魚っぽいね。いや、言うとじゃないですか魚、目つぶって食ったら魚って言われても分かんないね。そうそうそう、目つぶって食べたら、うん、これ魚の刺身って。あ、すごい、相当相当フレッシュな、うん、うん、美味しい。プリプリしてて身が、うん、いいですね。美味しいです、うん、じゃあちょっと、うん、つなぎもね、いただいてしまいます。うん、うわー、美味しそう。いただきます。いいね。あ、食感がたまらないですいいね、うん、すごいでかいね、うん、大きい大きい、ね、1個が大きいからね、すごい噛み応えがあります、うん、じゃあ俺ちょっと手羽いっちゃおうかな。お、サイズがね、すごいね、手のひら比較比較、そうそうそうなかなか大きいです、うん、いただきます。お、いいですね。あっ、焼きたてですかね。うん、あっ、うまっ。あ、うまっこれ。うん。うまっ。本当に美味しそうに食べます。うん、ほら、口角が、口角が。うん、久しぶりに手羽食べたけど、これうまいな。あの。うん、油の乗り具合とかさ、うん、上の皮の部分とか、そうそうそう、パリパリさ、うん、塩加減しかもいいよね、うん、うん、濃くもなく薄くもない、ちょうどいい塩加減。そう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 、あれはうまいわ、うん、なんかニックが昔動画で手羽の食い方やってたけど、うん、忘れてた美味しければよし。そう、なんか綺麗に取れるコツみたいなのやってたんだけど、うん、あ、うん、残さずに、そうそうそう、綺麗にね食べるんで、あの人手羽、うん、美味しい。おじさんが骨しゃぶってる動画はなんか見たってしょいや、それがでも一定層のコアなコアなファンが届くかな、たまらんっていうね、うん、あのマッコリをすするときにさ、うんうんうん、おじさんの顔がアップになってさすするときのさちゃんと一生懸命すすってたおじさんがマッコリをアップでする、えっていうのはどっか需要があるのかっていう話でねなかなか、うん、マニアックな、そう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 、でも一定数の人間には需要があるんですよ世界は広いからな、そう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 、ああ YouTube それがいいっていう人が絶対いるから、そうだね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。
ツイッター、インスタグラムもやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。